カバザクラは、バラカサクラ族の桜の栽培品種。名前の由来は、源の乗り寄りの別名、カバノカジャであり、原木に、源の乗り寄りの伝承があることにちなむ。原木となる石戸カバノザクラと呼ばれているカバザクラは、埼玉県北本市石戸市区にある、東光寺の境内にあり、800年ほど前に、 江戸彼岸と山桜の自然交配により誕生した桜である。樹齢は800年と推定され、天然記念物であり日本五代桜の一つでもある。しかし老木であり、かつて4本あった幹は、今では1本と孫ハエだけとなっている。この原木には、源の範りの伝説がある。源の範頼は、修善寺で殺されたという話があるが、 別の伝説もいくつかあり、そのうちの一つが石戸に逃れてきたというものである。現地ではのりよりが杖としてついてきたものが根付いたという伝承や、のりより自らが植えたという伝承もある。もともとは世界に一本しか存在しない桜であったが、北本市の町おこしによりその子孫が市内に植樹されている。樹高は高木で、樹形は傘状。 一咲きの中和の花を咲かせ花びらの色は白色。東京の夏季は4月上旬でソメイヨシより数日遅く咲く。三重県鈴鹿市には同じ漢字で読みが違うカバの桜と呼ばれる桜がある。関係は不明だが、こちらも伝承に源のノリよりが関わるなどカバ桜との共通点も見られる。ありがとうございます。